マジ？アッパス？もしかして飲んでるのか？Thank you.
クロスベル氏解放作戦、いよいよ明日に迫ったわね。ベルやおじさまに会ったら一連の事件の真意を問いただして、できるなら説得したいと思ってる。でももしそれが叶わなかったら、対立は避けられないだろうな。ええ、もう私もその覚悟はとっくにできている。危険を顧みずに手を貸してくれる多くの人たちに報いるために、何よりキーヤちゃんを取り戻すためにも、私たちは絶対に負けるわけにはいかないのだから。なあエリ、そんなに一人で気負う必要はないんだ。ピーターさんやマリアベルさんは俺たちにとっても親しい人たちだった。だからその重みはエリーだけじゃなく、全員で背負っていくべきものだと思う。ロイド、明日は一緒に頑張ろうエリー。俺やみんながついてるからさ。そうね、ありがとうロイド、おかげで気持ちが楽になったわ。どういたしまして。あのロイド、明日の準備を済ませたら後で甲板に来てくれない？できればその二人きりで話がしたいな、なんて。分かった、俺でよければ行かせてもらうよ。ありがとう。それじゃあまた後でね。ランディに行けなくなる。そういえばエリーと話す約束をしていたな。どうする、明日の準備を済ませておくか。エリー、先に来ていたのか。うん、ロイド、お疲れ様。明日の準備、もう終わったの？ああ、一通りはね。さすがに、万全とは言えないけどさ。不思議ね、こんなにも危機的な状況なのに。なぜか不思議なくらい心が落ち着いているの。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと、不安なことや心配なことはいくらでもあるのに。そっか、俺も同じかな。腹がくくれたというか、やるべきことが見えたというか、これもエリーやみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。本当なら不安と焦りで潰れていてもおかしくないのに、あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう、本当にあなたがいてくれてよかった。エリー、お役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。出なかったらこんなところまでみんなで来られなかったと思う。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件、どう決着したとしてもクロスベルは大変なことになるわ。多分
私たち支援課も今のままではいられない。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場で努力していく必要がある。クロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍が警備隊に戻ったら協力を要請されるかもしれない。ティオは財団に戻るかもしれないけど、もしかしたら動力ネット方面で、そしてエリーは有事における行政外交方面での危機管理、多分私に求められるとしたらそういった知識と能力だと思う。そして私はこれまでの留学でそうした勉強を積み重ねてきたわ。まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。そうか。よかった。え、少しはそんな風に寂しく思ってくれたみたいで、大丈夫、エリーならやれるさなんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？ティオちゃんやランディがいなくなるのと同じ理由で。それは答えて、ロイド。今私に不安があるとしたら、あなたがどう答えるのかだけ。もう分かってるんでしょ、どうして私が話がしたいって言ったのか。エリー、最初はさ、ぼんやりとした憧れだったんだ。その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だなって思った。これでも最初はカッコつけて平気なふりして話していたけど、白状するとずっとドキドキしていたんだ。ロイド、さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には思わなくなったけど、それでもずっとその子の同僚であるということは俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺にとって何よりも嬉しかった。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけど、やっとの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに、いやそれ以上にドキドキしている。ロイド、好きだよエリー。仲間として家族としてだけじゃなく、一人の女の子として君が。ロイド、私もあなたが好き。あの時の続き、やっとできたかな。待ってた。ごめん、待たせて。たとえ仕事で同じ道を歩けなくなったとしても、ずっとお互いを必要とし、支え合って前に進めるような、そんな関係になってくれるか。
とりあえず準備は万端ですね。ティオ、何をやっているんだ？ええ、明日の突入に向けてメルカバのシステムの最終チェックをしていました。私はロイドさんたちと一緒にメルカバを降りていくつもりですが、通信ターミナルを抑えた後のハッキングなどはヨナとフランさんにお任せする必要がありますから。そうか、なんだか大変そうだな。何か俺に手伝えることはあるか？いえ、特には。明らかに私の分野ですし、ヨナもいるので十分です。ロイドさんはリーダーらしく、どんと構えておいてくれれば十分かと。いやいや、明日の準備とかいろいろあるし、ま、その調子ならここは任せてよさそうだな。そういえば一つだけありました。実はロイドさんに相談したいことはあるんです。相談？何か悩み事でもあるのか？そちらの用が済んだら、後でメルカバの甲板に来ていただけませんか？わかった。俺でよければ、喜んで相談に乗らせてもらうよ。よろしくお願いします。D 社に行けなくなることを、ちゃんと謝っておかないとな。あれ？ティオ？ティオ？ロイドさん。珍しいな。声をかけるまでティオが気づかないなんて。明日の準備一通り済ませたよ。万全とは言えないけど、他のみんなの大変さを考えたらこれが精一杯だと思う。はい、キーヤや課長たちと会うためにも頑張らないといけませんね。それにコッペも心配ですし。そうだな。そういえばヨナは見知らぬ送りにされたけど、財団のロバーツ主任は今どうしてるんだろう。状況が状況だし、レマン自治州に帰ったのかな。いえ、どうやら主任は財団からの退去指示に応じなかったみたいです。マリアベルさんたちに奪われた動力ネットの状況をチェックするため市内に残っているみたいで。まあ、あの人のことですから、のらりくらりと追及を免れているとは思いますが。そっか、ちょっと心配だな。はい、ちょっとだけですが。ロイドさん、相談乗ってくれますか？ああ、もちろん。ひょっとしてさっき見ていた手紙のことか？気づいていましたか。昨日アッバスさんのルートで私に届けられた手紙、共和国のアルタイル市に来ている私の両親からのものです。え、それじゃあレミフェリアからわざわざティオに会いに？はい、
クロスベルが独立してから手紙や通信による連絡も取れず、財団からの情報を頼りに国境の町まで来ているそうです。現在貨物以外の行き来は完全に制限されてしまっているので足止めされているみたいですが。そうか、だったら話は早い。この船でアルタイル島で。必要ないです。すでに私が無事という情報は同じルートで伝えてもらいました。それに今あったら心が乱れて明日に支障があるかもしれません。でも そんな顔をしないでください。この事件が解決したら両親には必ず会うつもりです。ロイドさんのおかげで少し里心が出てきましたし。みんな離れ離れになって不安で寂しくて、ロイドさんが指名手配されたと聞いて心配で胸を締め付けられて本当に嬉しかったんです。ロイドさんとまた会うことができて。その時に思ったんです。ああ、私は生きているって。誰かを大切に思うことで人と人の間にちゃんとあるって。どう生きたらいいのか、どうして生きているのか。3年前ガイさんに聞こうとした質問の答えが分かった気がしました。ティオ、それからエリーさんやランディさんたちとまた会えて、みんなで一生懸命キーヤのためにここまで来て、そしてこの手紙を読んで、まるで氷が溶けるみたいに素直な気持ちが湧いてきました。久しぶりにお父さんとお母さんに会いたいって。よかった、本当によかった。きっかけについてはちょっと照れくさいけど、でもティオがそう思えるようになったのは俺にとって何よりも嬉しいよ。ロイドさん、二つお願いがあります。聞いていただけませんか？ああ、何でも遠慮なく言ってみてくれ。その一つは、頭を撫でてもらうのもすごく好きなんですが、さすがにこんな綺麗な夜には少し子供っぽすぎる気がします。そういうもんかって。確かに俺も兄貴やランディにされたら子供扱いされてる気分になったな。それじゃ、ティオ、その再会した時知って抱きついたらちょっと痛そうにしていたので、これなら大丈夫ですよね。あったかいです。エリーさんみたいに抱き心地が良くないのは申し訳ないですけど。いや、これはこれで。っていうか、やばいな、ティオの甘い匂いが。じゃなくて、もう一つのお願いは、こうなったらとことん付き合わせてもらうぞ。はい、もう一つは、なんとか事件が一段落して両親がクロスベルに来られたら一緒に会ってほしいです。ああ、もちろんさ、一度挨拶したいと思ってたし、
でもそんなの言われるまでもないと思うけど。いえ、ただの挨拶ではなく、私がクロスベルに残る理由を分かりやすく説明したいんです。そうでないと二人とも納得してくれないでしょうから。あ、みんながいて、ミッシーもいて、動力ネットもあるクロスベルが大好きというのもありますが、それ以上にどう生きたらいいか、どうして生きているのか、その答えをくれた大切な人のそばでこれからも暮らしていきたい、そう伝えようと思っています。ちょっと待った。それじゃあまるで、なんでもって言いましたよね。ああ、もう、わかった。無事、事件が一段落したら、一緒に挨拶させてもらうよ。はあ、今からなんとか、言い訳を考えとかなきゃな。頑張ってください。お疲れ様、ノエル、フラン。明日の作戦が迫ってるのに、ここはなんだか和んでるな。その、すみません、武器の手入れ中にフランが入ってきちゃって。お姉ちゃんの応援に来たんですよ。私は明日の準備をバッチリと済ませましたから。それは頼もしいよ。フランもオペレーターとして活躍してもらわなきゃならないし、しっかり英気を養ってくれよな。はい、もちろんです。というか、そのためにここに来たんですよ。なんといっても私はお姉ちゃんのそばにいることでエネルギーを充填できるんですから。あながち冗談でもないのかもな。せめて邪魔はしないでよね。ロイドさん、私の方は今夜のうちにもう一度司令に連絡を取っておきますね。明日の作戦の最終確認もしておいた方が良さそうですし。ああ、よろしく頼むよ。ノエルは明日俺たちと一緒に市内に潜入することになる。万全の準備を整えてしっかり休んでおいてくれ。このままじゃ今日のおしゃべりが終わりそうな雰囲気だよ。せっかくのチャンスなのに、本当にこのままでいいの？チャンスってフラン、いい加減に。どうしたんだ？何か問題でもあったのか？ことじゃないんですけど、ロイドさんにぜひともお願いしたいことがあるんです。ああ、わかった。ノエルが頼み事なんて珍しい気がするけど。やったね、お姉ちゃん。それじゃあ私ももろもろの用事が済んだらそちらに向かいますね。わちに行けなくなることちゃんと謝っておかないとな。もう一つだけ。
分かった。マジ僕はノエルに。ノエル、先に来てたのか。ロイドさん、お疲れ様です。そっちこそお疲れ。ソーニャ司令との連絡も済ませてくれたみたいだな。あ、はい。連絡通り、明日の作戦ではベルガード門、タングラム門の部隊を昼過ぎまで待機させてくれるそうです。それを過ぎるとさすがに介入せざるを得ないそうですが。そうか。まあ一時的に待機してくれるだけでも助かるよ。そうなると俺たちの役割がますます重要になりそうだな。はい。多分市内の国防軍は都市防衛に回されるはずだ。市街地で国防軍とやり合うのは何とか避けられると思う。いえ、それについてはもう覚悟は済ませています。ただちょっと自分が情けないなと思って。へ、本当は独立国や国防軍なんて間違っていると思っていたんです。でも私はミレイユ先輩のようにレジスタンスに身を投じる気概もなく、ただ大きな流れに従うだけで、自分がいかに警備隊っていう狭い世界でしか生きてなかったかって思い知らされました。せっかく支援課に出向する機会を司令がくださったのに。それは誰だって同じさ。俺だってキーアやみんなのことがなければ大きな流れに逆らえなかったと思う。もともと大それたことができるような性格じゃないしね。とてもそうは思えないんですが。そうじゃなかったら君は俺がもらうなんて。いえ、なんでもありません。いずれにしても大切なのはきっかけがあるかどうかだと思う。そして君はそのきっかけをつかんで俺たちと共にいてくれている。それが正しいことなのかどうかは俺が決めるわけにはいかないけど、すごく助かっているし何よりも嬉しいよ。ロイドさん。落ち着いて、ノエルシーカー。演習の時みたいに迅速かつ的確な状況判断と指揮のコントロールを。そういえば何か俺に頼みがあるって言ってたけど、何なのかな。はい、それなんですけど、変なことを聞きますけど、ロイドさんってお付き合いしている人がいたりしますか。いえ、深い意味とかじゃなくて、そうだ、クランとどうなのかなって話してて。なるほど。そういう話女の子は好きそうだもんな。残念ながら今はいないよ。周りにいい子がいっぱいいるのにちょっと不甲斐ないけどね。そんな、わ
ざとじゃないよね。ゴン！でしたら、これをしばらく預かっていただけませんか？これって、クロスベル警備隊の認識タグかい？はい、国防軍に切り替わった時にいらなくなったものですけど、なんとなく捨てられなくって、ずっと持っていたものなんです。そっか。でも、どうして俺に？正直、明日の作戦は厳しいものになると思います。もし、私に何かあった時に、いえ、無事任務を遂行できるよう、験担ぎに持っていてほしいんです。ノエル、わかった。喜んで、預からせてもらうよ。ありがとうございます。別に礼を言われるようなことじゃないさ。それにノエルも俺たちと一緒に行動するわけだし、くれぐれもピンチの時に自分一人が犠牲になろうだなんて思わないでくれよ。どうして？そのくらいわかるさ。さっきも言ったように、俺たちを捕まえたことについては全く気に病む必要はない。あくまで支援課の仲間として一緒についてきてほしいんだ。ロイドさん。はい、わかりました。しかし、自分のタグを誰かに預けるか。なんだか恋人同士の習慣みたいだな。ノエル。もしかしなくてもそういう意味だったりする？そっか。その返事になるかどうかわからないけど、これを預かっててくれないか？それってクロスベル警察の？一応現職の警察官だから、自分で身につけておくべきものだけど、この事件が解決するまではノエルに持っていてほしいんだ。その後に改めて俺の方から申し込ませてほしい。リーシャ、こんなところでどうしたんだ？あ、ロイドさん。はい、明日の準備が整ったので少し考え事をしていました。いよいよ明日クロスベル市に潜入するんですね。そこまで長い期間離れていたわけじゃないのに、なんだか随分と懐かしい気がします。そうか、結界が消えたことでアイオンが都市の防衛に集中してるって話だけど、アルカンシェルの人たちは今頃どうしてるだろうな。多分おそらく今も練習を続けているんだと思います。いつ何が起ころうとも
舞台の完成度を高めるために前だけを向いて揺るがない、それがイリアさんの生き様でありアルカンシェルの流儀ですから確かにそうかもしれないな。クロスベル氏を解放してこの事件が一通り解決したら君はどうするつもりなんだ。イリアさんには会いたいですし、元通りアーティストとしてアルカンシェルで踊り続けたい、その意思はありますが今はまだ分かりません。イリアさんやシュリちゃんと再会した時何を言えばいいかそれすらも今は浮かびませんから。そうか、でもイリアさんもアルカンシェルの皆さんもきっと君を受け入れてくれると思う。難しいことは考えずにありのままのリーシャでいればいいんじゃないかな。ありのままの私。あのロイドさん、この後私に少しだけロイドさんの時間をもらえませんか。え、最近は自分でも気を張りすぎていたと思いますし、明日の作戦の前にちょっとしたおしゃべりをさせていただきたいんです。一通り準備を済ませたらもう一度この甲板に来て改めてお話をしてもらえませんか。ああ、俺なんかでよければありがとうございます。私はしばらくここで風に当たっています。急ぐ必要はありませんからゆっくり準備を済ませてきてください。エリーに行けなくなることをちゃんと謝っておか。すごい満月だな。ロイドさん、なんだか君と話すときはいつも月が綺麗な気がする。やっぱり月の姫を演じているだけはあるのかな。私という存在が月に似ているからだと思います。本来は日の当たる場所に出てくるはずのなかった存在。でも君はこのクロスベルで光をつかむことができた、それは確かだろ。はい、もうそのことを否定するつもりはありません。ですが私は、私という存在を作った流れは深く底知れないものがあります。陰という一子相伝の流れ、父から受け継いだひそやかな道は。前もそんなことを言ってたな。差し支えなければ聞かせてもらえないか。クロスベルに来るまでの君を、俺の知らないリーシャ魔王を。はい、なんとなくロイドさんにはいずれ話すことになるような気がしていました。気づいた時には私は父と共にありました。母の記憶はありません。多分陰の道を私に受け継がせるために父が遠ざけたのだと思います。ですが私にとってはそれが普通で、過酷な鍛錬も暗記や武術の修練も淡々とこなしていただけでした。各地を転々としながら日曜学校に通い、
人と接する術もそこで得ました。父は厳しくも優しくもなく、ただひたすら教えるだけでした。それというのも、院として受け継ぐことが膨大すぎたからです。それは代々の院の記憶、どのような状況でどんな工作を行い、どんな標的をどのように仕留めたか、時代を通して同じ存在であるため、そのすべてのあらましを受け継ぐ必要があったんです。すべてを受け継いだとき、私は院そのものになりました。といっても父が存命である限りは院になることはありません。院はただ一人、それは変わることがないからです。しばらくの間、父の帰りを待ちながら穏やかに過ごす日々が続きました。そして父が帰ってきたら、いつ院を継いでも問題ないように仕事のあらましを教えてもらう。すでに表の顔は持っていましたが、それが私にとって世界のすべてでした。その世界が崩れたのは、父が不治の病に倒れてからです。代々の院の中でも卓越した力を持った父でしたが、病魔からは逃れられませんでした。さりとて抗うこともせず、延命のための手術も受けず、ある日私を呼んで命じました。自分を殺して院を継ぐようにと。できませんでした。およそ父の言うことに逆らうことのなかった私でしたが、それだけはなぜかできませんでした。私は初めて怖くなりました。あれだけ父が丹念に仕上げた私が出来損ないだったのではないかと。死にゆく父を失望させたのではないかと。奉納する私に父はふと苦笑して言いました。それもまたお前だ。お前の院はお前が決めるがいい。そして一月後、父は世を去りました。そして私は院となりました。父の持っていたコネクションを継ぎ、国医と内向で体型をごまかし、父の腕には及びませんでしたが、滞りなく仕事を再開できました。お前の院はお前が決めるがいい。父の言葉の意味もわからぬまま、ただ淡々と流されるようにして、そして2年が過ぎ、私は兵友へと長期契約を結びました。カルバードの生誕、貿易都市クロスベルの派遣ダッシュに協力するという契約を。クロスベルに到着した私は、戦いに備え町の下見をする最中、歓楽街でとある劇場に入りました。そこではちょうど公開練習というものが行われていて、そこから先はロイドさんもご存知の通りです。そっか、その時にイリアさんに目をつけられたってわけだな。最初は理由をつけて何とか入団を断ろうとしたんです。でもイリアさんはすごく強引で、とうとう根負けして入ることになってしまいました。体力と偽装には自信がありましたし、いい隠れ蓑になると思ったんです。予想以上に練習がハードで、院との両立が大変でしたけど。ありがとう、リーシャ。聞かせてくれて嬉しかった。聞いていて
面白い話ではなかったと思いますけど、でもこれが父と祖先から私に受け継がれた道です。アルカンシェルという光を手に入れたとしても、その道を完全に捨てることは多分私にはできないと思います。そうか。お前の因はお前が決めるがいい。因は全てを受け継ぐ。アルカンシェルという光を君が見出してしまった以上、因もまた光という側面を受け入れざるを得ないんじゃないか。それはどんなものも時代が変わればあり方も変わる。いや、変わらざるを得ないんだ。そうして人の歴史は受け継がれ前に進んでいく。多分そういうことも含めてお父さんは言ったんじゃないかな。警察官として犯罪行為を進めることはできないけど、それでも君は君の院を目指せばいいんだと思う。あるいはここで院という存在を完全に断ち切るのも一つの道だろう。そうなったとしても多分お父さんは気にしないんじゃないかな。それもまたお前だって苦笑して。いいお父さんじゃないか。普通の家族とはちょっと違うけど、ちゃんと娘を愛していた。そんな風に俺には思えるよ。皆さんたちとの日々で君もまた変わっていったんだ。これから先君がどんな道を進むかわからないけれど、できれば俺もお父さんの代わりに見守らせてもらうよ。光をつかんだ君がどう変わっていくのかをね。ロイドさん、ロイド。ランディたちは武器の整備をしてるみたいだな。ああ、なんつっても明日の作戦は今までで最大の山場だろうからな。ベルゼル川の出番もあるだろうし、いざって時のためにも念入りにやっとかねえとな。今までドタバタしてあまり機会がなかったけど、俺も今夜のうちにトンファーを手入れしとこうかな。おお、やっとけやっとけ。お前のはライフルと違って精密部分の手入れなんかは必要ないだろうが、磨きを入れてやるだけでもだいぶ違うもんだぜ。そうだな。それにしてもランディって意外とマメだよな。そのライフルだけじゃなくスタンハルバードの手入れも毎日欠かしてないみたいだし。ま、武器の手入れは処方中の処方だからな。それこそ絶世の美女を扱うように優しく丁寧に扱わねえと。じゃねえと戦場で余計なトラブルが舞い込んじまうことだって。
悪い。もしかして余計なことを思い出させたか。何謝ってんだっつの。でもそうだな、そろそろ話してもいい頃合いかもしれねえ。なあ、後で暇だったらメルカバの甲板にでも出ねえか。ちょいと付き合ってほしいことがあるんだけどよ。わかった、後で行かせてもらうよ。そんじゃまた後でな。俺もこいつの整備が終わったらすぐに行くからよ。わちに行けなくなること。よう、来たか。ランディ。ったく、誘っといてなんだが、こんな夜に野郎相手に時間割いてんじゃねえっての。ちった色っぽい話をする相手はいねえのかよ。余計なお世話だっての。それに作戦前だし、そんなことを考える余裕はないさ。バカ、そういう時だからこそ落とすチャンスなんじゃねえか。ロイド、私不安なの。大丈夫だ、俺がついている。ガバーッっていう黄金コンボが使えるだろうが。最後のは飛躍しすぎだろ。ランディがモテるっていうのがなんか眉唾に思えてくるんだけど。何を？明日の準備は終わったか。ああ、正直万全とはとても言えないけど、ミレイユさんたちのことを考えたら贅沢は言ってられないしね。まあな、レジスタンスやヘイユエ方面は多分両兵どもが出撃するだろう。オジキやシャーリーは簡単には出てこないだろうが、それでもガレスあたりが出たら相当厳しい戦いになるだろう。そうか、赤い星座、聞いていた以上の戦闘力だな。大陸西部最強と言われてるのも頷ける気がするよ。まあ歴史だけで言うなら中世の暗黒時代に遡るからな。ベルゼルガー、オルランド、当時から名の知れた戦士たちの一族だったらしい。常に最新の戦闘技術を取り入れ、特殊な鍛錬法で肉体を強化することで最強と呼ばれ続けた戦士だ。それが近代になって両兵団となり、一族の紋章だった赤いサソリを名前として掲げたってわけだ。そうだったのか。ひょっとして前に旧市街のレースをあんな形式でやったのって。よく気づいたな。あれは赤い星座で行われる戦闘訓練をアレンジしたもんだ。もっとも本来はより実戦に近い、いつ死んでもおかしくない代物でな。ガキの頃から毎日のように地平道を吐くまでやらされたもんだぜ。なるほど、それをランディに仕込んだのが刀身と呼ばれた親父さんか。鋼鉄の獅子のように厳しく容赦のない親父だった。3年前、俺はその刀身から一つの任務を与えられた。宿敵ともいえる両兵団、西風の旅団の二五中隊、そいつらを俺の部隊で殲滅しろという内容。敵兵力はこちらの倍、実力が拮抗していることを考えると正直厳しすぎる戦力差だった。だが
こちらには奇襲と地形を利用できる強みがあった。そして俺は日頃から補給のために立ち寄っていた村を利用した。奇襲で陽動を行い、片方の中隊を村に引き寄せて崖崩れを起こすことで分断し、もう片方を一気に潰した。そして村外れの納屋を爆破することで敵の混乱を誘い、村から退却するルートを読んで、そこに全火力を集中して撃破した。村人の犠牲は一人も出さないつもりだった。だが戦場における見込みなんて流動的で当てにならねえもんだ。結局撃破するポイントは50アージほど村寄りになって、一軒の雑貨屋を巻き添えにした。多分両兵仲間以外で初めてダチと言えるやつだった。任務がない時はたまに酒場で一緒に飲んで騒いでナンパして、いずれ町に出て自分の店を持つのが夢だって言ってた。その夢も命も全て俺が奪った。ランディにやるじゃん。合格だ、ランドルフ。この試しをもってお前は次の投資に決まった。兄貴の後を継げるようこれからも精進するがいい。しまらねえ話だろう。別にそいつが死んだショックで戦場から足を洗ったわけじゃねえ。両兵としての生き方にうんざりしたわけだ。いつか自分の店を持ちたいっていうあいつのささやかな夢と、いずれ刀身となって死ぬまで戦い続ける俺の人生の、果たしてどちらに意味があったのか。ランディ、多分それが俺が背負った業なんだろう。オルランドの一族に生まれながら修羅になりきれず中途半端に戦場に生きてきた俺自身の。ランディはその業を断ち切るつもりなんだな。あのおじさんを乗り越えることで。まあな、親父が死んだ今それ以外に俺が業を断ち切る方法はない。今の俺自身の力と足場を持ってあの化け物を乗り越えられたら、その時にやっと3年前のケリをつけられそうな気がするんだ。これ以上ただ流されることなくな。そっか、当然相棒としては協力させてくれるんだろうな。ああ、よろしく頼む。できれば一人でケリをつけたかったが、さすがに相手が悪すぎる。悪いが当てにさせてもらうぜ。ああもちろんさ、相棒冥利に尽きるというか、頼りにしてくれて嬉しいよ。だからたらしなこと言ってんじゃねえっての。へっ、それは酒？ラム酒だ。結構な上物でな。あいつと一緒に村の酒場でボトルキープしていたもんさ。そうか、ライフルと一緒に預けてたが、なんとなく手がつけられなくてな。だが今ならやっと残りを飲み干せそうな気がする。決戦前夜の景気づけだ。一杯だけ付き合わねえか。ああいただくよ。
ちょうど言ったか。無理すんなよ。少しだが結構きついぜ。まあもう成人してるし、このくらいなら大丈夫さ。乾杯しよう、ランディ。あ。結構来るな。言わんこっちゃない。まあそいつが大人の味ってやつだ。だから自分だけ大人面するなってば。なあランディ。ああなんだ。事件が一段落ついたら裏通りのジャズバーに行こう。そこで新しい酒をボトルキープしないか。できればもう少しおとなしめのやつをさ。そうだな。ああ繰り出すとすっか。僕らもとりあえずは準備は終わったからね。君も一杯どうだい？おいおい、明日は作戦なのに大丈夫か？すでにいくつかグラスを開けちゃったみたいだけど。心配するな。ベントスに作らせたノンアルコールのカクテルだ。明日の作戦の進行には支障あるまい。ああそうか。ま、アッパスがそう言うなら今回は信じて良さそうだな。一人で飲んでる時でも信じてくれて構わないんだけど。そうそう、一応君たちにも言っておいた方が良さそうだな。明日の作戦、鳳凰芸家からも正式に参加の許可が下りたよ。な、そうなのか。隠密活動を主とするメルカバを大規模な作戦で運用するのは本来ならば避けるべきだが、大陸全土の混乱状態を考えればもはや多少の露見はやむを得まい。そうか、教会の判断に感謝するよ。とにかく決戦は明日だ。どうか改めてよろしく頼む。了解だリーダー。無論力添えはさせてもらおう。ああそういえばもう一つだけ君に伝えておくべきことがあったっけ。え、マジ？あの件は現時点では秘匿事項に入るはずだが。あれそうだったっけ。それじゃあできるだけこっそり伝えないといけないな。まあいい、わじがそう言うなら仕方あるまい。なんだかよくわからないんだが。君たちに大きく関係することさ。気になるなら後で甲板で待ち合わせて話してあげることもできるけど。わかった、甲板に行けばいいんだな。決まりだね。ワジ、念のため言っておくが、くれぐれもそれ以上のことは。分かってる分かってる。僕は飲み終わってから行くから、そんなに急がなくてもいいよ。いや、来たね。ああ。あんな風に思わせぶりに言われたら、来ざるを得ないと思うんだが。そんな風に言いながらも、
律儀に来てくれる君が好きさ。愛していると言っても過言じゃないくらいだ。そういうのはいいから、キーヤについてだろ。話を聞かせてくれ。了解。本当は部外者には話しちゃいけないんだけど、ゼロの司法の処遇についてはどうやら教会は基本的にノータッチという形になりそうだ。たとえこの事件がどんな結末に終わったとしてもね。本当か？ああ、蛇の連中が撤退し、オリジナルの司法が失われている今、積極的に介入できる根拠はない。その意味で僕らがキーヤを連れ去る選択もなくなったわけだ。そうか、知らせてくれてありがとう。でもワジはこのまま俺たちに協力して問題ないのか？道化師と第七中は去ったけど、第六中の撤退は確認できていない。それにあの人形たちをはじめ、結社が黒井助に供与した技術が未だ大きな影響を及ぼしている。その影響がなくなるまでは最低限の介入は続けるつもりさ。なるほど。聞けば聞くほど俺たちの常識から外れた争いが繰り広げられているみたいだな。君たちの住む世界とは表と裏の関係にあたる世界の話さ。それと僕にとっては2年に及ぶクロスベル潜入任務の締めくくりというのが大きいかな。そういえばワジは17歳だったよな。2年前ということは15歳で任務に就いたわけで、でもドミニオンっていうかなり重要な地位にいるんだろ？ああ、ドミニオンっていうのは実績でなるものじゃないんだ。印が現れたものしかなれないし、なることが運命づけられている。まあそんなオカルティックでいかがわしい立場ってわけさ。自分で言うなって。でも印ってひょっとしてワジが戦闘中にたまに見せることがある？ああ、スティグマ、それがこの印の名前さ。魂に刻み込まれた刻印、力の源泉にして忌むべきもの。これが僕に現れたのは今から7年くらい前のことさ。7年前？別に DG 教団とは全然関係のない話だけど、暇つぶしに聞くかい？そうだな、差し支えなかったらぜひ。考えてみれば和事の過去はほとんど知らないも同然だし、性格や行動パターンは大体分かってるつもりだけどね。いいだろう。僕の生まれ故郷はゼムリア大陸のとある辺境でね、外界との接触が禁じられた、いわば隠れ里的な場所だった。その里ではエイドスとは異なる太古の神を祀っていてね、僕は幼い頃から神の声を聞く巫女の役割を担ってきた。もちろん自発的にじゃなく、物心ついた頃に勝手に選ばれてね。神の正体が得体の知れない太古の呪具であるのは知ってたから、正直バカバカしくて仕方なかったよ。くだらない役割から解放されて自由になりたいとずっと思っていた。そのうちに里でおかしなことが起こり始めてね。里人が一人また一人と原因不明の昏睡状態に陥ったんだ。僕が探ったところ、神が暴走して血脈を通じて生気を吸い取り始めたことが分かって、僕は封じることを主張したけど、里の長老たちはそれを認めず、生贄を捧げようとまで言い出したんだ。まあ実際恐ろしい力を持った呪具で
封じることも不可能だったんだけど、そんな時に外界から教会の騎士たちがやってきたんだ。彼らと接触した僕は、神がアーティファクトの一種だと知り、それが絶対的な存在でないことを知って思い切った行動に出た。その青い石板状の神を崖から落として破壊しようとしたんだ。太古の呪いから里を解放し自由になりたい、ただその一心で。しかし神の抵抗は凄まじく、僕の力を根こそぎ奪い取ろうとした。騎士たちの助けも間に合わず、僕の生命が尽きようとしたその時、その刻印は僕の胸に現れた。僕のスティグマは逆に神の力を根こそぎ奪い、神はただの古ぼけた石板と化し、粉々に砕け散った。そして僕は自由を手に入れ、めでたく里を追放されたわけさ。里人たちが崇めていた神を殺した滞在人としてね。そんなことか。なかなか荒唐無稽な話だろ。都会育ちの現代っ子にはさすがに信じられないかな。いや、和事の力を見てると現実にあったということはわかるさ。サイトなんていう生きた神話も目の当たりにしてるしね。あ、それもそうか。そんなわけで騎士たちに誘われた僕はアルテリア報告へと向かい、12名しかいないスティグマの持ち主ドミニオンとして迎えられた。アッパスとはその時からの付き合いかな。そうか。でもそうすると故郷にずっと帰っていないのか。家族の人とも会わないで。ああ、当然だろ。里人たちの拠り所を僕は粉々に砕いてしまったんだ。ただ自由になりたい一心で、後のことを何も考えずに。だからそれは僕への罰なのさ。家族から憎まれるということもね。まあ聞いた話だと、あれから里には教会が入っていろいろとケアをしているらしい。神の呪いもいずれは過去のものとして薄れるはずだ。ほとぼりが冷めたくらいには一度帰ろうとは思っているよ。そんなに心配してくれなくてもね。ワジ、この事件が片付いたらワジはクロスベルを去るんだな。ああ、それが僕の騎士としての使命だからね。なんだい、今から寂しくなっちゃうかい。ああ、そんなの当然だろ。バルドはあんな風になったけど、きっと元に戻せるはずだ。テスタメンツのみんなだってクロスベルにいるわけだし、そして思惑があったとはいえ俺たちの仲間でいてくれた。だからいつでも遊びに来るといい。もうワジにとってクロスベルは第二の故郷みたいなもんだろ。臭いのは承知してるよ。でも 100% 本気だからな。わかった。どうも君相手だと調子が狂うな。里心がついた時には遠慮なく尋ねさせてもらうよ。故郷に戻れない代わりじゃなく、君たちとの腐れ縁を確かめにね。